ラワーティスシンです。今日はですね、ビタミンカラー、黄色オレンジ系は元気が出る色って言ってビタミンカラーって言われてるんですけど、そのビタミンカラーのミニブーケを皆さんにレッスンします。まあ今日チューリップ使っていくんですけど、もうそろそろね、もう3月4月入ったんですよ。4月入ったんで、チューリップもだんだんこう終わりに近づいてくるんで、今やっとかないともう1年使えないんで、ここでまたもう1個チューリップを入れたミニブーケを作りたいと思います。では早速いってみましょう。どうぞ。はい、では手元アップでいきますよ。まずこうドラセナをこう1枚ずつにして丸めてホチキスで留めます。これいつも言ってるようにこう葉脈にこうハの字になるように留めますね。これを5パーツぐらい作りましょう。でこう長くしたというか、普通のねこのまんまのドラセナも少し取っておきます。で前から言いますけど、ブーケの時はこういう不要なね葉っぱとかは先に取っておきます。全部始まったらもう片手が塞がってこういうことはしにくくなってしまうので、極力後でやらないように全部花まで取っておきましょう。はい。で今回チューリップ使うんですけど、まあ、チューリップいつもね葉っぱを使うこともあるんですが、今回こうちょっと葉っぱが垂れてるチューリップなんで、こういう時はもう葉っぱを取って別の葉っぱに変えちゃいましょう。でこのスプレーカーネーション、これは枝を全部弾いてパーツに分けておきましょう。まず最初にこのアルストロメリアを持ちますね。そしたらここにドラセナの葉っぱをこのように添えます。下からこう花を持ち上げるような感じでこういうふうに添えましょう。もうミニブーケなんで下のステムはある程度長さを切っちゃいましょう。アルストロを持ちます。そしてドラセナを丸めた葉っぱで下からこう持ち上げるように持ちますね。こういうふうに持っていきます。はい。そしたらここでチューリップですね。チューリップを持つんですが、ちょっと待った。ここにレモンリーフを1つかませましょう。こう花、アルストロみたいな花ってこういうチューリップとかをいきなり横に持ってくると花が潰れちゃうんで、葉っぱかましてからチューリップをこう添えていくと、花がアルストロの花も潰れないで綺麗なままいますね。こういう気遣いが結構重要なんですよね。ここをするかしないかで随分変わってきますから、花を入れていきます。そしたらここでまたアルストロを入れます。そしたらここのアルストロの反対側をやっぱりこうドラセナで持ち上げますね。で製作は全部スパイラルで作っていきます。長さもある程度から切っちゃいましょうね。チューリップ入れます。はい、こういう状態です。そしたらここにまたドラセナを、まあこう花束って底辺が180度って、あ、ごめん見えないか、底辺が180度展開にならなきゃいけないんで、今ここが抜けてるんですよ、ここの下がね。だからここにドラセナを入れましょう。こう入れることによってピシッと180度展開に落ち着きますね。そしたら今度この裏に欲しいんですよね。でまあ僕なんかみたいになってくるとここ裏に花入るんですよ。でも皆さん多分すごくやりづらいと思うんで、一回こう回しましょう。回して、そうするとはい、ここ裏側に花が全然ないところがあらわになりましたね。だからここにまた葉っぱをかませて、葉っぱ、この葉っぱでいいか、ドラセナを丸めた葉っぱを入れましょうか。そうするとほら、もう完全フォローができてるでしょ。じゃあここでスプレーカーネーションを入れます。このなんか空いてるとこありますよね。お花が空いてるところ、こういうとこに入れていきます。で、そのお花の入れ方なんですけど、こう同じ高さでベタベタ入れていくのはやめましょう。で、回していくとほら、こうやってね、ここにカーネーションが入って海ブーケができてきました。そしたらステルンクーゲンですね、じゃなくてゴールデンスティックですね。ゴールデンスティックを入れましょう。ゴールデンスティックは割と硬いんですよ、茎がね。だからうんと硬いやつはやっぱりこういう葉っぱとかでホールドしたところの上じゃないとくっついちゃうんですね。ゴールデンスティックでも細いやつがありますね。この細いのは割とためが利くので、少しこう長く伸ばしてもいいと思いますね。ただそこに必ずこう葉っぱをかましていきます。葉っぱをかましていきますよ。さっき長く伸ばしていたドラセナを、丸めてないドラセナです。丸めてないドラセナを持って少しこう形がね、横に流れるような形にしますね。で、あとはもうこの底辺固めをしていきます、グリーンで。これでもう一本取りましょう。今こんな感じですよ。で、しっかりとレモンリーフでこの底辺をね、底辺というかこの裏側ですね、裏側をバック処理していきます。はい、ちょっと待って、あんまり長くですね。はい、完成です。今回はゴールデンスティックもちょっと伸ばすのやめて短くしちゃいました。では結束して正面から見てみましょう。はい、こちらのビタミンカラーのミニブーケはいかがだったでしょうか。まあこの方法だとものすごく簡単に花束ができます。なのでぜひね、これは真似をしてみてください。これを真似することによってもうどんどん上達をしていくと思います。一番難しいのはね、エアリーブーケですね。この辺にこう躍動するものがいっぱいで入ってくるエアリーブーケなんですけれども、まあその前にね、やっぱこうマスブーケのこういうタイプを練習しておくと、やっぱりエアリーブーケに行った時にこうやりやすいんじゃないかと思いますですね。ではぜひこのブーケ練習しておいてみてください。ではまた次回、花束かアレンジか、またまたフラワーアーティストシーンのフラワーアーティストシーンズトークかわかりませんが、お会いしましょう。 See you next time。 あと皆さんチャンネル登録お願いします。この僕の顔かな、僕の顔のとこをプチってやるとチャンネル登録のとこ行きますんで、よろしくお願いします。では。